さあ始まりました。この番組は DJ トラックメーカーの私 DJ 4DNK が毎回様々なジャンルのアーティストを招いてお届けするトーク番組 Ride with me です。ここでしか聞けない裏話、世界の音楽事情、それから僕がずっと住んで活動していたアメリカでの話などなど、素敵なゲストの皆さんとお届けできればと思っております。それでは、記念すべき第1回目のゲストを迎えに行ってみたいと思います。はい、もしもし。もしもし、お疲れっす。お疲れ様でーす。今日よろしくお願いします。よろしくっす。今どこにいんの？はい。今俺表参道ですね。表参道ね。オッケー。はい、俺結構近くにいるからもうすぐ行けるわ。あ、了解です。交差点の中にいます。はい、じゃあね。はい。はい、よろしくお願いします。はい。いました。お疲れ様です。お疲れ様です。ここです。よろしくお願いします。そうです。今日暑いね。かなり暑いですね。暑いね。ちょっと後ろ置いちゃいますね。うん、とりあえずじゃあシートベルトはい、させていただきます。今日のライドウィズミーのゲスト、はい、ガシマズ・ザ・ビルディング、よろしくお願いします。ホワイトジャムのガシマです。よろしくお願いします。イエーということで来ました。はい、このメンツであれじゃないですか、カメラに映るのはかなり久々なんじゃないですか。レアだね。レアですよね、うん、かなり。そうなんです、はい、ということでガシマが今回一発目のライドウィズミーのゲストですね、はい、よろしくお願いします。よろしくっす。よろしく。光栄です。一発目で僕どうですか最近は。最近はあれですね、ホワイトジャムっていうグループ、ご存知ない方は、僕ホワイトジャムという3人組のグループで活動してるんですけど、ホワイトジャムが今41カ所を回る全国ツアーをやってて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ちょっと47都道府県にはまだちょっと行けなかったんですけど、今回過去最多で41カ所回ってて、はいはいはい、それの真っ最中なんで、もうめちゃめちゃ楽しいですね。あ、そうなんだ、ね、はい。まだなんか始まった前半なんで、体力的にもまだ全然元気で。逆に行ってないとこってどこなの？行ったことないところは例えば青森とか。俺とフォード君逆に行ったことありますけど、行ったよね、俺とガシマで昔行ったよね。昔行きましたね、俺。健康ランドとか行った、ね、健康ランド行ったりとか。もう今なくなっちゃったらしいですけど、アウガ。アウガって何？アウガっていうなんかショッピングセンターみたいな、なんか青森の109みたいな感じのところの。こんなとこ行ったっけ。地下でなんか海鮮丼食べたりしたんですよね。あ、フォード君あの時いなかったかも。いました？多分いたような気もするし、もうね、かなり前のこと。いや、もう 10年ぐらい前だもんね。10年以上前の話なんですよね。だからもうちょっと、はい、もういろいろ説明しないと多分そう不思議なことが多いですよね。なんかそうまず俺とガシマってっていうところから入ってったらいいんじゃないの、はい、そうですね。だから僕らの出会い自体はもう15年前とかになるんですかね。15年ぐらい前、ちょうど15年だと思います。僕が当時17歳とかで高校生で、当時ニューヨークに住んでて。そうそうそう。でその時にフォード君もニューヨークに3ヶ月間、3ヶ月とかね、来てて、でその時に僕の親友のレミーっていう日本人のラッパーがいるんですけど、 そのレミーがまず最初服屋さんで声かけたんですよね。俺らイベントやるんで。なんかその俺ニューヨークに3ヶ月その観光で行った、2005年に行った時は誰も知り合いなかったの、はい、本当に、はいはいはい、住み出す前だからね、はいはい、でなんかこうとりあえず歩いてて、はい、でまあドクタージェイズっていう、まあ今もあんだけどね、もともとはもう縮小しちゃったんだけど、3階建てのもう全部、そうすげえ、ね、人気のブランド、うん、ドクタージェイズっていうとこがあって、はい、でそこの服屋のなんか階段上がってた時に、はい、日本人で、はい、なんかこう頭にバンダナ巻いて、はい、でなんか黒人とスパニッシュのやつ、はい、パスフリップなんだけど、はいはい、後俺の友達の、はい、そうね、そいつらと一緒にいるやつがいて、はいはい、で何こいつと思って、はい、ちょっと浮いてないみたいな感じで でやったのがレミーで、レミーが俺の CD を買ったのかな、はいはい、でなんか今度イベントがあるんで、はい、よかったら来てくださいって言われて行ったんです、はい、で行った先にいたのがガシマ。そうですね。で僕もその時レミーの家に、その日の夜かな、僕レミーの家に会って、今日こういうなんか日本から来てるラッパーの人に会ったんだよねみたいな感じで、うん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 、2人で音源聞きながら、いけてんねみたいな、はいはい、話をしてたの。まあ、俺はまあ、ここもちょっと説明しておかなきゃいけないけど、俺もともとラッパーだったんだよね。そうです、そうです、そうです。ラッパーだったんですよ。はい。で、そこから、僕が日本に帰国してきて、
で、フォード君と一緒に。まあ、ラップグループでね、だからあれは。そうですね、ラップグループです。ね、一応、ラップグループです。俺もその時、今 DJ だけど、はい、その時ラッパーで。ラップグループを日本でやって、うん、あれが多分、まあ、2、3年間ぐらい活動したんですかね、多分。ね、そんなにね、多分してないけど。してないんですか。そう、だから多分体感と、はい、あれがずれてる。いろいろいっぱいやったからそう思ってるんだけど。そう思ってるけど、はい、1年半ぐらいと思うよ、多分あれ。ああ、大丈夫。ジップロックっていうグループをやって、はい、まあ一応俺とガシマが、まあ、あの、2人、フロントでやらせてもらって で、ね、でそこからフォード君はニューヨークに行き行ってで僕はまあホワイトジャム、その前にソロ挟んでるけど、ね、まあまあまあホワイトジャムになったっていうね、はい、そういう歴史があるわけです。そうです。でその間まあフォード君がニューヨークにいる間もまあ連絡はずっと取り合ってて、うん、で日本に帰ってきてこういう企画をフォード君が始めるっていうことで。そうだね。はい。ででも第一弾ゲストということで付き合いの長い僕を呼んでいただいたという形で、はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。長いねそれそこよろしくそこよろしくお願いしますまでのちょっと説明、2人の関係値がねなかなかこう一言では説明できないんで。そうだね、はい。2000年代から結構そのギャングスターなスタイル、ディプロマッツ、はい、まあ、G ユニットとか。エミネムもすごいけど、お前 LA 住んでんだから、聞くべきはこれだぜ、みたいな感じで。はい。ホワイトジャムのガシマです。DJ4DNK の YouTube 企画、Ride With Me に、第一弾ゲストとして出演させていただくことになりました。皆さんぜひぜひチェックしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしく。